さんこんにちは。今日はあなたの国皆さんこんにちは。テイク2ホットドームプロペライザー鳥平記さん、今日はあなたのクリクルクールがこちらのコースにチャレンジしていきたいと思います。クリア率は 1.3%、 ベストクリアタイム1分18秒ですね。早速遊んでいきたいと思います。このコースはですね、私の動画によくコメントを してくださる親方さんっていう方がね、遊んでるのを見てちょっと自分でもやってみたいなと思って遊ませていただいてます。いきなりここで1アップをいっぱいもらえると、で、まあ、コースの名前から分かる通りプロペラをうまく使って進んでいけよっていうコースのようですよ。このブラックパックの隙間に入るのが結構大変だぞ。どこだっけ難しいの、次かな。あ、でもここまで来れたぞ。ほい、どこやん。あ、来る。あ、はいはい、くるりー、やったー、到達できた。あ、中間ポイントありがとうございます。これで一安心かな。次は2つ出てきているように見えるけど、目の錯覚だよね。2つ出してくるなんて、そんなひどいことこの制作者さんがするわけがないって。届かないぞ、おい、マジかー。プロペラ出てくる時のコケーって音がいいですね。さて、どの辺のタイミングで行くか。この辺 OK。 ここら辺、おっし、よし、いったいったいった。見ました、今のバーブル抜きの絶妙なタイミング。これはドーム兵はこうか、これでいいのかな。これでパワーブロックを壊して前に進めるようになったと。次は、あ、やばいやばいやばい、ちょっとタイミング見て、バーブル2ついった。あ、ちょっと遅かったかな、いけたか。よし、ここら辺でパウを叩けない。あ、なるほどね。もうそろそろ20分になります。おし、危ねえ危ねえ。ここでパウを叩いていいかな、くるくるくる。よし、下に掴まれて、次は何、ここどうすんの。左の壁ずりしていってパウ4つを叩く、マジっすか。え、無理無理。あ、嘘でしょー。よし、受けてこられたと。危ねえ、いつたまに捕まり損ねるところだった。その秘密はさすがにいただけない。よし、戻ってきたぞ。今多分ここまでカットなんだろうな。よし、パウを叩いて、下早くおいで。よし、一応下に床はあるから大丈夫だと思うんだけど、そして問題のここ、これでいいかな。こっち、はい、バブル。よっしゃ、最後は割と楽勝。この後ボスかな。中間ありがとうございます。ああ、びっくりした、床が落ちる。カーメンをこれはまた引けてあげればいい感じだね。あ、え、どんどん敵の攻撃が激しくなっていくる感じ、聞いてないよ。そしてプロペラが取れないんだけど、あ、ここで1回目で出てきたので取らなきゃダメなのか。とはいえまだ出てきてくれるだけ優しいとも言う。よし、最後は、あ、パウ発見、パウ発見、これだー。 OK、 鍵を取ってさっさと逃げるか、勝ち。さあ、なんか駆け抜けてゴール、やったねー。いやー、プロペラの奥深さを心ゆくまで味わえるコースでした。楽しかったー、グッジョブって書いてあるしな、右に。いやー、このコース作りがグッジョブですよ。ホットドームプロペライザー鳥平記さんのコース、
9分55秒でクリアですね。ありがとうございました。それでは次のコースを遊んでいきましょう。はい、お待たせいたしました。お次はこちらのコースですね。いいねランキングの難しいから意地悪 3D のかな。まさかチンアルファさん、ベストクリアタイム2秒、クリア率の 2% 台、かなりの高難易度。サムネ見るとゴールの上にドッスンがいたんだけど、どうすればいいんだろうね。ここの何か入ってるわけでもない。で、当然当たるよね。さあどうしましょうか。何か隠してあったりはしないかな。しなそうだよね。多分こういう系のコースではないよね。ドッスン落としてしゃがみジャンプで入っていくのが正規かな。あ、難しい。ドッスンのトゲに当たっちゃうな。もっと低め、もっと低め。よっしゃ、ゴール。あ、なんか今見てはいけないものを見てしまったような。上にファイブロックとファイヤーがあるんですけれども、今の私の苦労は一体何だったのか。今のプレイ時間約1分を返してください。畜生めー。意地悪3、本当に意地悪だよ。まさかっちんアルファさん、ありがとうございました。それでは次のコース遊んでいくで。はい、お待たせいたしました。今日のラストはこちらのコースで終わりにしましょう。ラストはこちらのコースで終わりにしましょうってなんか変かな。まあいいか。移動検定、忍びのように警戒に初段。ロッカーさん、クリア率は 5%、ベストクリアタイム6秒。サクッと遊んでサクッと終わらせましょう。皆さんの中で忍者といえば何でしょうかね。ん？どっちに行けばいいの？次下行ってみる？あ、当たるよね。当たるよね、そうだよね。ただ単純に駆け抜けていくだけではダメと。これでいいのかな？あ、ここは壁キック。しまったー。動く床に足を取られるとは、まだまだ常人にはなれないかも。あ、天井に頭ごっつんするとは、中人どころか下人にもなれないかもしれない。皆さん、忍者といえばどこの里が一番好きですかね。そういうどこが好きとかあるのかな。よし、抜けた抜けた。でもここでブレーキ、あーはー。ござるござるよ、服部くんは忍者の中の忍者でござる、忍者でござる。いやー、苦戦したわ。これでなんとか芸人にはなれたかな。中人や上人への道はまだまだ果てしなく遠そうな気がするぞ。技能検定、忍びのように爽快に初段。あ、そうかそうか、芸人とかしなくてこれで初段になれたのか。いや、多分私2段になりません。はい、そんなわけで今日のクルクルクルはこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、もしよろしければチャンネル登録していってくださいね。それでは次回はあなたのコースにクルクルクル。バイバーイ。